修学旅行初日の京都観光、さだまさし、南こうせつ、北沢剛、小松菜奈、長野芽衣と同じ班になった俺は寺も仏像もそっちのけで女子2人に話しかけるチャンスを伺っていたのだが、班長のさだが、てか6人で動くのうざくね、2人1組で行動しようぜと余計な提案をしたため、さだとこうせつ、小松と長野、俺と北沢のペアが爆誕はあ、この旅行積んだわ。そう思いつつ隣の北沢を見ると、彼は人目もはばからずに涙を流し、チキショーチキショーと俺以上に落ち込んでいたため、ポケットから取り出したしわくちゃの1万円札を差し出して、そんなに嫌ならこの金で家帰れよと北沢を帰らせて、一人で京都風呂つきた。